はい、どうもー。寺子やさり、寺子さでございます。今回はですね、書き講習日本史、明治時代の進化性進化平制度について語っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。あの、ゆりきみまささんという人がおりまして、あれですね、あの、五家条のご正門をですね、えー、書くことにですね、尽力した方でございますけども、こちらですね、あの、打上観察ですとか、民部小札っていうものをですね、えー 作ってですね紙幣をですね、えー、国に広めようとしましたよとただこのですねお,お札、えー、一般的なお札のものではなくて俯瞰紙幣というふうに言われております俯瞰というのはノーチェンジということです、はい、この紙幣というものは国や銀行に持っていけば金や銀に変えてくれるというのがグローバルスタンダードなんですけども 日本で,です、ね、発行された紙幣、太政官札と民部小札は俯瞰紙幣、それはそれで、えー、お札として使えますけど、金や銀とかには交換しませんよという俯瞰紙幣というものでございました。またですね、1871年にですね、えー、進化条例というものができまして、これ伊藤博文さんですね、初代、えー、総理大臣の。 伊藤博文さんが進化条例というものを出しまして、円というものを基準に、10進法で数えるというものが採用されましたよと。で、えー、この進化条例においては、今まで打上観察や民部小札というものは、金や銀に変えられない俯瞰紙幣だったんですけども、金に変えられますよ。 あるいは金銀どちらかに変えられますよという金本位制や金銀副本位制というものを用いてですね、えー、展開されるようになっていきます。で、えー、お金のですね、えー、単位というものがですね、今まであの千、ー、両箱の量ってありますよね、これが一番高かったんですけども、量部主という言い方をしてたんですけども、これ、四神法だったんですね。 新しい、あのー、進化条例においては、円を基準にして十進法というものが採用されたんで、あの、単位も変わることになりましたよ、と。で、一番高いのは円でございまして、それより低いのが千であって、それより低いのが凛というふうにですね、十進法で、えー、数えられるようになりましたよ、と。ね、今でもあの、株価の取引とかで何円何千みたいな千までは出ますよね。 えー、この明治時代の当時はですね、千より下の林というものがありましたよというところを覚えておいてください。またですね、この時にですね、あの、受蔵された一円銀貨というものは貿易手使い、貿易銀なんていうふうに言われておりましたというところですね。これは簡単なですね、えーまあ、進化あー平成度といいますかね、進化平成度、進化条例、えー、についてのお話でございます。 こうやってでお金がですね、広まっていくことによって、銀行の必要性が高まってくるのが、次回お話しする、えー、国立の銀行、渋沢栄一とかって、えー、言われる人たちが尽力したものになりますので、それはですね、また次回お話ししようと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた。